はい、こんにちは、僕です。ペルソナ4続きをやっていきましょう。8月9日ですね。今日は何をしていこうかな。あ、この女の子。この前ね、読書感想文の時間があったの。お姉ちゃんは何でも早くて、本を読むのも書くのもあっという間。だから一緒にいると早くしないとって思うんだけど。私、本はゆっくり読みたいし、書くのも一生懸命考えたいの。真似するのって大変。あ、フラワーブローチ。よかった、これでお姉ちゃんと一緒でいられるよね。これお礼。ありがとうね。お得意を傷薬セット。姉への道、達成しましたね。忘れてた。ウエストね、前に受けていたの。必要なね、素材は手に入れていたんですよね。キツネの依頼の依頼主がどこにいるのかわかんなくて、誰？事件続きのこの街に探偵が来ているんですって。探偵、ロマンチック。憧れる&恋焦がれる。いや、キャキャに。あの子も多分ペルソナ使いになるんでしょ？なんか、めっきり出てこないんだけど。うわ、悩ましいな。ここに3人ともいるよ。ユキコ、チエ、リセ。どうしようかな。一旦、チエかな。チエに行きますか。知恵は暇なようだ。今日免許の勉強会が今日も流れたの。そろそろ仲が深まりそうだ。知恵と過ごしましょう。君の部屋行ってもいい？あ、特訓の後でだから。じゃあ行こう。うちに来るんですか？知恵がついに家に来る。実質。今日の特訓を終えた知恵にせがまれ、部屋を見せることになった。この部屋エアコンないよな。これが君の部屋か。ちゃんと片付いてるね。って、1年だけの部屋だから？その割にはね、勉強机にめちゃくちゃ本がたくさんあるぞ。引っ越してくる前の部屋はどんな感じだった？もっと綺麗、もっと汚い。変わらない。どうなんだろう、知らないよ。主人公の前の部屋なんて出てきてないぞ。変わらないかな、わかんない。そっか。前の君の部屋も見てみたかったな。ぎこちないぞ。このたどたどしい感じがいいな。私の部屋なんてポスターとかいっぱいで、なんかもっとぐちゃぐちゃしてるからな。知恵の家に行きたいよな。知恵の家がどこにあるのかも知らないんだけど。ごめんね、急に来ちゃって。知恵はなぜか慌てている。あのね、聞いてほしいんだ、君だけに。歌うんですかね。私ね、やっぱり自分の価値なんて全然わからない。けどそれはずっと探していけばいいって思ったんだ。その、できれば君と一緒に。一人で探してくれとは言えないわ、それがいい。知恵は照れくさそうにしている。だからね、これこれ誰？これあげる。リストバンドを入手した。あ、新品だから綺麗だよ。新品のリストバンド。実はお揃いだったりして。リストバンドか。私ね、思うんだ、この力はきっと欲しくて得た力だって。もっとちゃんと守るために。今ならわかる。この力はただもっと頼りにされるためみたいな、自分のための力じゃない。ユキコや仲間や家族やこの町、それに君を守る力なんだって。弱さを受け入れ、乗り越えた強い意志が新たな力を呼び覚ます。進化した。知恵のペルソナが新たな姿に生まれ変わった。トモエは鈴鹿権現へと転生した。トモエ御前から鈴鹿御前。これランク、コミュランクで進化するんだ。新しい力。ちょっと急でびっくりしたわ。
君のおかげだね。君が好きだよ。好きだよ。知恵の一生懸命な愛情が伝わってくる。やっと愛情感じたわ。知恵との固い絆を感じた。ああ、コミュランクマックスでペルソナが進化するんですね。どうなる。我は汝は我。汝ついに真実の絆を得たり。真実の絆、それはすなわち真実の目なり。今こそ汝には見うるべし。戦車の急乱。靴主って書いてあったね。何かな？ランクが、里中知恵込みのランクが最大値になった。里中知恵込みをマスターした。最大ね。かけがえのない絆を手に入れた。まあ、戦車込みのマスターに伴い、強き浸透、普通主を生み出す合体が解禁になった。なるほど。ペルソナの成長、新火炎見切りを覚えた。なんかアイスホッケーの選手みたいなペルソナじゃないですか。新火炎見切り、どういう効果？回避率が3倍。火炎避けてほしいもんな。どうしようかな。黒天劇かな。じゃあ仕方ない。次何覚えるんだっけ。チャージだっけ。チャージはいいかな。別に知恵はもじもじしている。どうしようか。抱きしめるでしょ。抱きしめるわ。私特訓帰りだよ。ぎゅぎゅ。めちゃめちゃ汗かいたし。違う、いや、その、そうじゃなくて、何言ってんだろう、私。気にしない、知恵らしくていい。らしいって何よ、バカ。かわいいよな。長い間、知恵と一緒に過ごした。暗くなってきたので、知恵を家まで送った。いや、ついにコミランクマックスになりましたね。じゃあね、ユキコと、ユキコとカンジもコミュランク上げていく必要がありますね。ただいまっていうかずっと家にいたはず。あ、いや、送っていたのか。缶ビールがキンキンに冷やされている。だが、お酒は二十歳から、そっとしておいた。選択肢が出てきもしなかったね。じゃあ夜はどうしようかな。また誰かいるかな、外に。そういえばね、キツネの依頼の人が全然どこにもいないんですよね。まあ、夜の街には当然いないんだろうけど、日中結構ね、うろうろしてるんだけど、見かけてないんだよな。待って、誰もいねえぞ。あ、陽介がいるな。陽介と過ごしていくか。たまにはね、陽介とも過ごそうか。最近夜マッチいな、ほんと。俺ようやくバイト上がってさ、まったり中ですよ。ほら、クマがうちでバイトしてんだろ。まあ好き勝手やりやがってさ。試食の肉食っちまうわ。マッサージチェアで猫けるわ。おまけに、ホームランバー入れろってうるせえんだよ、あいつ。なんで俺がチーフに怒られんだっつうの。俺、あいつの教育係じゃねえんだぜ。諦めろ、そういう運命だ。マジかよ。俺、どんな星の下に生まれてんの。ああ、まあ、あいついなくても苦情係だし、否定もできねえか。陽介は遠い目をしている。ま、やる気ねえバイトより全然いいけどな。たく、何かって言いや愚痴言ってきてさ。たわいない話で陽介と盛り上がった。陽介との仲が深まった気がする。まあ、陽介のね、コミュニティは正直後回しかなと思ってるんだよな。もうこんな時間か。そろそろ帰んなきゃな。そうだ、これもらってくんねえか。パートのおばちゃんにもらったんだけどさ。これお前にやるよ。すっぱ昆布、渋い。んじゃ、またな。おやすみ。陽介と別れ家に帰った。もう8月10日だよ。そろそろ免許取ってもいいんじゃないんですか、みんな。みんないつ免許取りに行くんですかね。電話かな。あ、もしもし。お前か。どっか行かない？これどうなんだろう。あ、ちょっとたまには行こうかなと思う。ちょっとあまりにもね、この部活コミュ、開けてなさすぎたよね。行くか、たまには。夏休みでね、遊ぶこともできないしね。OK。そんな仲いいと思えないんだけど。場所はそうだな。お前ん家にしよう。んじゃあ行くから。これから一条が来ることになった。あいつも来るんじゃないの？あいつ、なんだっけ名前、大輔だっけ？ほら、セットだよね。実質。男3人では窮屈に感じる。
お前の部屋、なんつうか妙だよな。広くも狭くもなく、殺風景ってわけじゃなく、人の部屋に文句つけんなよ。いや、別に文句じゃねえけど、ちょっと本少なくね？これやるよ。じゃーん、ザ・茶道と、あ、もう納得。ザ・ザ・何々みたいな本がいっぱいあるんだけど、これ何が上がるんだ？外国人向けの茶道ハウツー本だから分かりやすいと思うよ。長瀬はダメだったみたいだけど、ザ・茶道という本を入手した。長瀬に貸したら即帰ってきてさ、重いし手放せて嬉しいよ俺は。どうしたいのこの本を。お兄ちゃん。お客さん？いや大丈夫、これ大輔に合わせて大丈夫ですかね。あ、妹？うん、一緒に遊ぼうか。お兄ちゃんが相手してくれなきゃ寂しいよね。七子平気だよ。ほら、よしちゃん宿題見てやれ、一条が。お前は何なんだ。はぁ？俺？今日の休日は楽しくなりそうだ。あれ、ここじゃ上がらないんだ。そろそろ長瀬一条ともっと仲が深まる気がする。あ、七子と、七子はな、ずっとそうなんだよな。みんなで楽しく過ごした。送って帰った。ね、上がらないんだ。やっぱ部活に行かないとコミュランク上がらないんですね。失敗したな。今日は病院の清掃のアルバイトがある。一旦ちょっとこれ収穫しておこうか。おいしそう。すげえな。このトウモロコシ。こんなもん庭に生えてる。あ、テトラコーンとマカラコーン。あれ、ちょっと待って、何が欲しいって言ったっけ？なんでね、今思い出したんだけど、すっかり忘れてましたが、なんかね、休日の昼間、あの、サメ川の河川敷におばあちゃんがいるっていう話でしたよね。幽霊がいるみたいな。すっかり忘れてたわ。次のね、土日でちょっと行ってみたいな。んで、今日は一旦どうしようかな。また町に出ていくか。誰かいればというよりも、病院に行こうかな。病院に行きますか。いや、ちょっと病院に行きましょう、今日は。わかるかな？まだ仲が深まらないって。まあ、でも行くしかないよな。行くしかない。絶対怖いって、こんなところで。どこからか視線を感じた。気づかなかったことにし、清掃を続けた。勇気が高。お、上がった。勇気が怖いものなしから、冒険者級になった。上がりましたね。あれ？ふふ、今日はどうする？今日はどうする？すげえ聞き方してくるな。そろそろもっと仲が深まる気がする。うん、5000円入手ね。で、11日。やべえな、もう。あと2週間ぐらいしかねえぜ。3週間が。ね、これいつになったら、あれ、進むんだろう。天気予報ちょっと見たいな。まだしばらく霧は出ない感じ？夏休みが終わるまでとにかくこんな感じで毎日日常が過ぎていくんでしょうか。本は買う前にある程度中身を確かめるんだ。買った後で後悔したら嫌だからね。ところで、引き受ける。早っ。やる気満々だな君は。じゃあお願いするとしよう。僕、妹がいるんだけど、これがそそっかしくてさ。家の手伝いをしてくれるのはいいんだが、しょっちゅう皿を割っちゃうんだよ。んで、お願いなんだけど、おしゃれな受け皿を3枚頼めないかな。何枚も割ってしまうから、予備も欲しいみたいなんだよね。受けておきましょうか。また本をあげるって。本を読む時間がほんと取れないんだけど、いつ本を読めばいいんだ。そんでね、雨が降ってるから誰もいないんだよな。どうしようかな。忘れてた。ダイダラに行こうって思ってたんだよね。ダイダラに行きましょう。ところでおめえの持ってるそれは例のバリアモロコシってやつじゃねえか。どうだ、わしにくれねえか。あげましょう。何がもらえるかな。なるほど、こいつが。こっちがテトラコーンで、もう片方がマカラコーンってのか。おめえそこでちょっと待ってろ。何作ってくれるかな。一応食材だからな。すまねえ、待たせたな。急にわしのアート心が騒ぎ出してな。裏にあった素材で一仕事ってわけだ。まあお礼ってことで受け取ってくんな。いや、きっとモロコシ。また何か頼むかもしれねえが、その時はよろしくな。これ、陽介の武器だな。両手に焼きトウモロコシを持つ気か。強いんだよな。骨より強えぞ。命中率高えし。なんなんだ、この性能は。ネタ武器がやけに強いよな、このゲーム。
じゃあね、日中どうしようかな。誰もいないんだけど。魚を釣るのもありなんだけど、ちょっとバイクに乗りますか、たまにはね。この雨の中、バイクに乗っていく。遠出してみよう。勇気も上がるしね。勇気はランクアップしたばっかりだけどな。どこだ、ここ。トンネルかな、また。遠出していったらどこまで行けるんだ。どこだ、ここ。なんか海沿いみたいな感じかな。釣り具って書いてあるしね。海んち。あちこち迷ったせいで、もうすぐ夜になろうとしている。だが、かなり土地勘がつかめた気がする。もう少し走り回れば、周辺の土地勘は完璧になるだろう。勇気高まった。あ、じゃあもう一回バイクに行けば、バイク乗れば、新しい場所に行けるようになるかな。あ、おかえり、お兄ちゃん。うん、ただいま。今日は病院の清掃のアルバイトがあるはずだ。行きますか、じゃあ。一応ね、誰かいないかなと思ってブラブラ見て回ったけど、やっぱり雨の日って誰もいないんですよね。じゃあ病院のね、清掃のアルバイト行きましょう。開けないで、最初から知ってたでしょ？ちょっと待って。待って、飛ばしちゃったわ。どこかの階から女性の叫び声が聞こえた気がする。気づかなかったことにし、清掃を続けた。勇気が高まった。新しい展開だな。誰が叫んでるんだよ。いたんだ。何その不機嫌だな、なんか。さやこは機嫌が悪そうだ。さやこ。さっきの騒ぎ、聞こえた？私、この泥棒猫かなんて、リアルに言われたの初めてよ。何があった？漫画みたいだ。ほんとよね。はあ、笑ったら引っかかれちゃった。猫はどっちかしら。さやこは苦笑いしている。泥棒猫。前に勤めてた病院でね、医者と関係持ったのよ。でも彼には奥さんがいた。はぁ、周りにバレて、私だけ辞めさせられて、ここに勤め出したの。そしたら彼ね、向こうで、また新人ナースに手を出したみたいで。何か知らないけど、私まで飛び火よ。奥さんここまで追いかけてきたわ。はぁ、他のナースたち、ニヤニヤ見てるだけだったわ。あぁ、見たかった。仕方ない。そうね。逆の立場なら、私もそうしたわね。他人は他人。人は人か。さよこは苦笑いをしている。え、なんかすんげえでっけえテレビがあるんだけど。なんだこの病室。ああ、もうめんどくさい。こんなつもりじゃなかったんだけどね、最初は。ナースになろうって思った時はさ。何のために働いてるんだろう。何のために生きてんだろうね。慰める、励ます。聞き流す。慰めるかな。嘘でしょ。だがそこまでの寛容さはない。励ますかな。ごめん。独り言だよ。子供のくせに生意気、なんてね。喜んでる。違う、微笑んでいる。さよこのことがまた少し分かった気がする。なんか生々しいんだよな、こいつな。ナース。ランク5。もう行くわね。奥さんも帰ったと思うし。じゃあお疲れ。それじゃあ気をつけて帰りなさいよ。なんか最近ね、まともな感じ。まともな接し方になりましたよね。帰りました。5000円入手。あ、で、今日も雨だよ。今日はでも午前中だけなのかな。じゃあ一旦ね、今回はこの辺で終わりにして、またね、次回も引き続き。夏休みパートね、やっていきたいと思います。多分あと2、3パートで夏休みに終わるんじゃないかなという感じなんだけど、免許をみんないつ取るんだろうっていうのも気になるし、夏祭りも近づいてきているし、一体いつになったら海に行けるんだろうという感じなんですよね。大丈夫かな？何かやり漏らしがあって海に行けなくなりましたみたいなことがないといいんですけれども、ちょっと不安になってきている感じです。もしよろしければチャンネル登録、動画の高評価をいただけますと嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。